アリシャンです。どうもマリナです。どうもサワリンです。イエーイ。マリナが初めて旦那さんに手料理を作ってみたー。はい、というわけです。まあ、YouTube 界で言われている新婚とか、はい、いいお嫁さんランキング最下位のマリナさんなんですけども、ありがとうございます。はい、今1位に田中がちゃんと、なごみちゃんが君臨してるんですけども、ね、はい、で、最下位でマリナさん、はい、まあ、はい、いらっしゃいますね。まあでも上がるだけなんで、あとは確かに下がる、これ以上下がることはことはないし、はい、期間的にもまあ3、4ヶ月ぐらいに1回はちょっと、はい、作るみたいな、やっぱりルーティンがあるんで、はい、まあそろそろかなと。なるほど。一番最後に作った料理ちなみに何ですか？最後はもう、ユリンチだっけ。前も言ったよ。1年ぐらいしか作ってないよ、もう。ね、自分のために作った辛ラーメンでした。まずそれも失敗に終わって、はい、なるほど。ちょっと、料理の自信の方はないです。あ、ない。まあでも、はい、愛情ですから一生懸命作りますよ、はい、でもね、結局味だと思うんで、はい、美味しくいただきたいっていうのあると思うんじゃないですか。確かに。はい、なので今回、はい、料理ができないっていうマリナさん、そしてヘラヘラ三重師に勇気ある企業さんの方が手を挙げてくれました。あれ、はい、すごい勇気。こちら、みつかんさんでございます。はい、ありがとうございます。みつかんさんがなんとこんなにたくさんお酢をちょっとご提供いただきまして、はい、作んなきゃいけない。今回はこの料理の案件をいただいたってことですか？そうです。あのマリナさんにぜひこちらの簡単酢を使っていただいて、はい、料理を作れと、はい、作ってみれるものは作ってみろと、まあ、そろそろ誰に作れという合図かもしれないです。はい、あのみつかんさん大丈夫ですか？多分おそらくなんですけど、はい、案件いただくときってこう資料送られてくるじゃないですか。多分結構ヘラヘラのヘビーユーザーなのかなっていう。もしかして分かってくれて、はい、あのお料理ができないマリナさんやっていう感じで来たんですけども、はい、ちょっと驚きなこと一つ言っていいですか？はい、こういうね、企業さんから案件来るとき資料来るじゃないですか。資料見たらもう1ページぐらいで収まってたんですよ。そうだね、うん、本当にこれだけでレシピとか書いてあるのかなと思ったら、これ1本でパパッと作ってくださいぐらいしか書いてなかったんですよ。そう、しかもね、すごいものですからね、はい、その作るものが、うん、その時にマリナさんなんて言ったと思いますか？本当にこれ1本でできるのっていう、うん、見て思って、だってこれ一本で味決まる、まあ、今日作るやつがあるんですよ、はい、多分みつかんさんもこの料理をしてるんだろうなって作らせていただくんですけど、はい、じゃあちょっと今日作る、あのメイン料理の発表してもらっていいですか？はい、あ、これみつかんさんの公式見てます。みつかんさんの公式見てます。いきます。いきます。見てください。今回作る料理はテリウマチキンでございます。おお、はい、テリウマチキンって、まあ、酢だけで、あのこれ、あれ、うん、これをね、あのメインでテリウマチキンは、はい、あの作っていくんですけど、いっぱいなんか種類あるんですけど、この簡単酢ってやつですね。こちらです。こちらです。これですね。これ1本で作ります。他の、あの調味料とか使えませんから。本当にすごいね。本当って感じ。でもまだ正直ごめんなさい、あの1回もチャレンジしてないんで、初挑戦でできんのって。そうだね、あのこれ失敗してもみつかんさん出しますよ。本当に。いや、出しえ、心配よ、すごい、はい、練習とかマジしてないからね、うん、え、でも自信満々にみつかんさんのこの簡単数さん、簡単数、簡単数送っていただいたんで、うん、多分めちゃくちゃ自信あるんでしょうね。そうだよね、だってそんな料理できないマリナさんへ向けて、そう、そう、送ってくれてるんですから。まあちょっとあちらで旦那さんもね、スタンバイしてると思うので、うん、多分すぐできると思うんですよ、いろんな調味料入れないから。確かに、はい、で超簡単。じゃあもう早速作っていきましょうか。そうですね、はい、はい、はい、もううちら今日エプロンしてないんで、まあまあうちが後ろから私たちわーわー言うだけなんで、うんうん、大丈夫です、はい、じゃあ早速、はい、え、食材とかあるんですか？あ、食材もありますよ、ちゃんと買ってきたんですね、はい、え、食材まず出しますね。はい、普段料理をしないマリナでも簡単にこちらで作れちゃうということで、はい、まあ、まず鶏もも肉ですね、はい、そしてそして、はい、サラダ油ですね。あれ、どこサラダ油いつも作らないから分からないっていうアクシデントが発生しております。はい、まずは用意しようとするのはこちらの、え、お肉。あれ、家にあるやん、簡単酢普通に。え、旦那さん愛用してるんですか？あ、使わない。あ、なんだ、愛用中でございます。旦那さんはこれでマリナに実際料理作ったことはありますか？一度だけ。何を作ったんですか？何ですかね。あれ、え、じゃあこれもしかして、じゃあテリウマ、じゃあ初めて、じゃあ作ってもらうということで、旦那さんももうすでに感極まってるんですけど、感極まる。はい、じゃあ早速、はい、これだけ、え、これだけよ、すごいね。ごめんなさい、いいですか、私みつかんさんの、はい、お酢、うん、っていうイメ
メージがあって、わかるわかる、スって書いてあるから、あのあれさ、ほんと申し訳ない、使ったことなくて私まだ、うん、この簡単酢ありますないです、スしか、スでさ、ご飯作るってさ、酸っぱくなる、なんかそうだよね、え、一番のイメージは、ちらし寿司とかに酢っていうイメージ、そうだよね、心配だよね、正直、取ってつけちゃおう取ってね、おいおい、オッケーオッケーオッケー、なんか、キッチン高いんだね、マリアちゃんから、あ、確かにね子供みたいな感じまあ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 大丈夫ですよ、はい、まあ、心配せずに、材料は本当に油と、そう、簡単酢と鶏肉だけってこと、本当だ、簡単酢だけ、すごっ、マリナ事前にもあれなんですよね、簡単酢の作った動画とか見てたんですもんね、見た、マスちゃんとマータさんが作ったやつ、どうだった、すごかった途中で色が変わんの、すごいね、びっくりしたよ、2人も今日見れます、はい、そしたらマリナさん、じゃあ切ります、はい、切りましょう、包丁なんて何年ぶりに、もう10年ぶりぐらいにですかね、はい、じゃあ切っていきますよ、はい、ギコギコ、うん、こういう感じですかね、はい、ちょっと切れないね、切れない、研ぎます、じゃあ包丁そっから切れないの、ハサミでいいんじゃない、マリナちゃんだったら、マリナハサミでいきましょう、マリナさんクラスになるとね、ハサミできるっていう裏技を、はい、あ、確かにハサミの方がいいね、ハサミ楽だよね、うん、うちだったらこのパックの中で切っちゃいますね、そう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 、あ、洗い物めんどくさいんで、頭いいね、それ頭切れないですけど、なぜ皮だけ切ってるんですか、なんか切れないね、いけるいける、おー、いい感じじゃないですか、いいよね、ちょっと大きくても、それはマリナらしさということで、愛情の分だけ大きくしましょう、そうです、はい、じゃあちょっと熱して、はい、何火、中火、中火、はい、ついに、そしてじゃあ焼いていきます、はい、はい、いよいよマリナさん焼きますよ、はい、焼くのはね、まあまあ、そう、焼くのはこの皮を下にして焼くっていうのがポイントですから、はい、きつね色になったら上下を返し蓋をして1分焼く、揚げ物だよ、揚げ物じゃねえんだよ、このさ、唐揚げ用とかさ、晴れないようにこういうやつ、あ、めっちゃ晴れてる、これさ、旦那さんが用意したわけでしょ、こうやって、これうち持ってきたやつだよね、五反田から、まやちゃんが持ってきたらしいよ、これこれだけ、なんでこれがあんの、五反田の家、え、わかんない、あの五反田の家で使ってるとこ一回あるんだから、ね、まあ、一応形からはちゃんとこういうのも用意してあるんですね、そうそうそう、すごい、大丈夫ですか、菜箸とか、なんか菜箸、菜箸、あれでいいじゃん、なんか熱いんだけど、ちょっとすごい飛んでくるんだよ、そういうもんですから、料理は、あ、そうなんですね、余分な油はキッチンペーパーで吸い取るって書いてありましたね、あ、じゃあちょっと早いんじゃない、え、まだダメ、まだ出てくると思うよ、まだダメ、まだダメ、まあ自分がもう、そう、私、マリナさん任せます、そこは、じゃあちょっと拭き取ろうかな、私たちはもうそれ以上、まだ口、つい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 、ごめんなさい、ついつい、出しゃばれます、出しゃばれます、出しゃばれます、もう子供の料理見てみたいな、あーみたいな、ここはこう、あー、でもこれさ、本気でさ、簡単数って使ったことなくて、ね、これでマジでいけたら、うち今日の夜ご飯これだよね、わかる、多分この酢の中にいろいろ出汁だったり砂糖とか全部入れてくれてるんだと思うんだよね、ね、でもさ、うん、ちゃんと酢だけの役割としてもさ、お寿司とかそうなんだよ、だから不思議なんだよね、不思議なのよ、調味料としての不思議、いや、7不思議、ほんとにいろんな味に変わるみたいな、これ本当にもう一度言うんですけど、はい、マジでこれだけでいけますんで、はい、もう調味料とか醤油とかいりませんか、いつもお得意の塩コショウバンバン、塩コショウ、はい、醤油バンバン、いりません、いりません、え、あの味濃いマリナさんがそんなことを言うんですね、はい、そうです、本当にこれだけなんだ、本当に1本でいけますから、下味なし、はい、下味なしございます、下味なし、はい、すごいよ、これだけでいきます、じゃあ蓋閉めちゃおう、はい、サイズは出ないちょっとそっからだから、うん、邪魔でだろちっちゃいちっちゃちっちゃいだろ、合わないか、これじゃない、おー、これで何、これで1分、何火、これはまあ中火じゃない、はいはい、はい、うん、1分待ちます、残り1分待ちます、はい、じゃあこの1分の間で、はい、旦那さんの好きなところをじゃ話しましょう、いい、はい、ね、1分以内でお願いします、1分以内、はい、好きなところはですね、はい、全然好きな好きなところはですね、やっぱりまあ純粋に優しいところだったりとか、大事、めっちゃ大事、やっぱり何でもやっぱりやってくれるところとかもやっぱり素晴らしいなと思いますし、はい、うん、ちょっと尽くしてくれるところとかもね、あ、はい、やっぱり嬉しいですね、サプライズいろいろやってくれたりとか、あ、はい、これ感謝の気持ちを伝えた方がいいんじゃないですか、はい、旦那さんへ、いつも、出前終了、すいません、はい、1分経ちました、おー、危ない危ない危ない、焼けてる、本当に焼けてきたら、この後も大丈夫、ちょっと見つめる、次なんですけど、はい、これできますよ、ついに、はい、簡単酢いきますか、簡単酢、みんな
ってる？ CM 見たことある？もちろんありますよ。カンタンスーってやるらしい。カンタンスーですね。このリズムでやるとめっちゃね味がちょうどいいらしい。適量なんだ。適量なんだ。なるほど。だからそれ考えた人頭いいね。頭いい。どん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 あれしてますけど、はい、余分な油ペーパーパンで拭くんだって。あの料理研究家のあのエミさんも言ってましたよ。もう料理なんてね本当に目分量大丈夫なのよ。大体大丈夫だからって。いやエミさんがいないと。でもそれはできる人がね。そうだよね。まあでもどこどこ入れるやつはいないでしょ、これ簡単すは。カンタンスー1本使う、じゃないから1本使っちゃう、それそんな人いないよね。そんな人いない。カンタンスーですかね。大丈夫、ダメだよ。カンタンスーじゃない、カンビじゃないぞ、フリじゃないよ、フリじゃないからね。大丈夫大丈夫、任せてよ。じゃあいきます、カンタン、せーの、カンタンスー。おほんまかいな。あ、その匂いがする。強めの中火にする。おーおー、強めの中火。これ強めの中火だよね、これ。はい、色が中に中火にして煮立ったら中火にする。これ煮立ってる、これ。まあまあ煮立ってます。じゃあ煮立ったら中火にするらしい。弱火ですね。弱火。はい、弱火なの。はい、本当に普段しない人のもう本当に面白いわ。本当に本当に見ながらじゃできませんから。いや、いい、見てください、見てください。でもなんかだんだんトロトロになってきたんじゃない？色変わる。確かにトロトロになってくるのよ。もっと色変わるんでしょ、これきっと。押すだけでさ、こんなさ、とろみ出るのすごくない？すごいよね。これね、ここで失敗するの意味がわかんない。なんか色も変わってるね。でも本当にこれだけですか？ひっくり返したりしなくて。あ、じゃあひっくり返してくれ。おいしそう。あ、おいしそう。色がちょっとさ、本当にきつね色の濃いバージョンになってきたわ。ね、うん、え、なんでとろみつくんだ、すごい。いや、みつかんさん、いいお仕事を、うん、本当に本当に夫婦の仲を取り持っていただきましたね。あの本当にもうあと皮一枚、首の皮一枚、鳥の皮一枚、鳥の皮一枚だったんですけど、鳥だけに。でもね、もしなんかほら旦那さんが体調崩した時とかね、もうあの風邪ひいたら、風邪ひいたらこれ、これ酢飯でもいけますか？あ、確かに確かに。旦那さんが風邪ひいたら酢飯でもいけます。風邪ひいて、風邪ひいたら酢飯。旦那さんがつまみ欲しいなと思ったらピクルスもいけますし。あ、いいね。確かにね。お、だんだん色がちゃんと、すごいとろみ出てきて、色がほら見て変わってきた。すごい。まあまあここ問題なのか、ちゃんと味が染み込んでるから、ね、そうなんだよ。そこなんだよ。だから表面だけ味する場合もあるじゃん。うち最近思ったんだけど、料理って美味しいとかももちろん重要なんだけど、早く作ってくれることが一番嬉しいらしいのよ、男性って。そうなの。なんか料理パーで作るときに、え、早いのいいねって言われたの。うまいのはもちろんなんだけど、早く食べたい。え、どう思います？確かに食べたいと思った時に食べるしかないですよね。邪魔なんで。もさ、早くてもさ、インスタントラーメンとかだって違うわけ。そうですね。こういう料理を、手料理を早く作れるのって適温の良さだったりとか、なんかパパッと作れるのってすごい、すごいみたいな。ポイントがやっぱ上がるみたいです。確かに、めっちゃすごいのにさ、5時間そう。めっちゃすごいのに5時間はさ、もうお腹もべこべこすぎ、しすぎて無理みたいな。でも、こういう料理がさ、待ってください、色が。もう見て見て、ほら、見て。すごい。すごくない？黒くなってるの、ちょっと。茶色だね。茶色か。黒は黒。醤油の仕方あるの。茶色か、茶色だね。てか、とろみがすごい。醤油入れたみたいな感じじゃないの？ね。お腹すいたってさ、これ10分ぐらいでさ、もうご飯とパッてサラダパッて出てたらさ、素晴らしい。最高。思いません？野球部からしたら。野球部？野球部とかもうお腹すいちゃってるからさ、すぐ食いたいの。ご家庭のね、お母さんとか、お子さんいる方とかは、もうすごくもうパパッと作れる料理なんじゃないですか。一品増えるだけ。てか、もうメインだもんね。これもうできたんじゃないですか、これ。できたっぽい。できたっぽいですね。できたよね、これ絶対に。めっちゃいい匂いです。これもう完成でございます。はい。あ、はい。あとは盛り付けてくる。うるせえよ。マリアさん、うるせえ。マリアさん、皿に盛り付けてから完成。そうだよ。マリア、子供を出さないでよ。大丈夫だよ。マリアが言いそうなこと、ここでやけどする。まあ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 、待っとけって。大丈夫ですか？割るなよ。届かないのよ。危ない危ない。怖い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 。なんかさ、どういうお皿がいいかするじゃん。可愛いじゃん。盛り付けちゃったりして。はい。じゃあ盛り付けはどのように？まあまあ盛り付けはね。じゃあ、まず野菜からかな、こういうの。まず千切りキャベツを使っていきます。まあ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 、カットされてる状態。洗わなくていいですね。洗わなくていいね。楽だよね、それは。こんな感じでやって、次にミニトマトです。あー、彩り。目で、お料理は、まずね、第一。視覚、聴覚、味覚ということです。あー、てんやわんや、てんやわんや。絶対ないからこれ使おう。ヘタは取ろう。ヘタ取った方がいい？うん。どっちでもいいじゃないですか。あ、いいじゃない、マリナちゃん。うん、いいじゃない。うん。それでそれで、お料理はね、本当に目と、あの味ね、あの大事だから、してる？
マリアちゃん、あの味覚ってベロの下でね、何パーセントか知ってる？どれぐらいの味覚で旨味、辛味、あの酸味、塩味、どれがあの一番あの広く分かる？マリアちゃん上手じゃない。ちょっとはい、頑張りました、アイリさん。はい、素敵ね、簡単にできるもんね、うん、上手じゃない、マリナちゃん。簡単です、エミさんのおかげです、うん、ありがとうございます。ごめんな、ね、私ちょっと この後ジム行かなきゃいけないからごめんね。ちょっとごめんなさい、ごめんなさい。あ、目の前の美容室すぐ行くからさ、やっててマリナちゃん、大丈夫だから、うん、ゆっくりしてて。あ、いいんじゃない？うわー、めっちゃ美味しそう。ね、味見しない？ね、味見したい。味見したい。でも旦那さんの反応一番にみたいな。じゃあさ、分かった、マリナ違うの作ったやつ、ちょっともう一こっちで作っとこう。あ、もう一個あるから。あ、もう一個サラダといて。まずカットサラダを使って、カットレタスを使ってます。はい、この上にカンタースのチキンのせたらもう絶対美味しい。絶対美味しい、絶対美味しい。次は生ハム。はい。はい。大事、生ハム乗せていきますよ。うわ、カンタースやばいわこれ。いや、簡単なのよ。めっちゃ簡単じゃない。まあ味が重要ですからね。と言っても。うちもちょっと食べたいね。うちも食べたい。うちももう一個作っとこう。買って炒めてね。じゃあ黒酢。え、美味しいよ絶対。あなた絶対美味しいから。すいません、あの肉が余ってるんで、はい、ちょっとこっちの簡単黒酢の方もうちらでちゃちゃっと。私黒酢大好き、アリナ様。え、ちょっとさ、ね、サラダの味付けるわかんない。あのさ、歌舞伎町でさ、写真とさ出てきたのが違うやつみたいな、わかる？写真はイメージですよ。そうそうそう、量が少ない、ね、で、だからこういうの、ま、巻いたりとかしたら結構バラみたいな、バラみたいにね、山にした方が綺麗に見えますよ。今回違うやつで作っていますね。クローズですね。え、もう覚えたの？まだみんなからじゃなくてできないけど。覚えるもないもない。ここはもう自己流で焼ければいいって。でも料理がやっぱ普段してない人はそれで全然いいと思う。最初はね、うん、うちもだって中学校の時はそうだったもん。中学校あの家庭科の前、何年前だ。家庭科の時ちゃんと教科書見ながらやってたもん。だったね。うち家庭科苦手でさ、よく先生に呼び出されて。家庭科で呼び出されることってないですよ。中学になると作るじゃん、ものを。うん、実際例えばさ、何エプロンとか。うち、ああ、そっちね。そうそう、料理じゃなくて、裁縫の方ね。特に裁縫、うん、できなくて、一人だけずっと糸通してたみたいな。そう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 、先生に呼び出されてたよ。居残りね。めっちゃ怒られてた。いたよね、そういう子。いた、できない子いた。ずっとやってる子いたよね。それがうち、それがうちなの。それがうちなの、伝説の。伝説の、伝説のうち。これね、本当に美味しかったら多分マリだね。得意料理すると思う。油淋鶏超えて、はい、いやでもこれ本当に良くない。こう純米酢の方は何だ。あ、こっちもできるんだ、いろいろ。あのさ、みつかんさんさ、酢もいろんな種類出してんじゃん、うん、酢のシャンプーとか出し始めた。簡単に洗えるみたいな。どんどん化粧水とか1本でできる。これ1本で頭からつま先まで洗えますよみたいな。そんなはずないでしょっつって。はいはい。いいんじゃないですかね、もうそろそろ、はい、じゃあ黒酢いっていいですか。はい、違うバージョンいきますね。あ、これでカウト酢飲んだよ。あ、酢だ。でもめっちゃ強い感じだね。うん、せーの、タンタン酢。おー、やってましたけど、全然酢にしない。簡単酢でやるとビビらない方がいい。あ、ちょっと酢のふんわり。いや、でも酢って感じじゃないからいいね。それがだんだん出しなってくる。もう一回やったからってさ。先輩、今先輩だ。今が一番おすすめ。みつかん先輩ね、みつかん先輩。今は酢で、こっから飛ぶんだね。そう、こっから。で、この後、煮詰まったら、うん、普通の中火にして、はい、それで5分煮る。蓋は？え、蓋はしたっけ？蓋しないよね。しなかった。で、その後弱火でちょっとひっくり返しながら。もう覚えた。すごい。さすがにね。さすがに。なんで今まで買わなかったんだろうってちょっと思ってるわ、普通に。確かに。でもみつかんさんの酢は買ってる。そう、うちもみつかんさんの普通の瓶のやつは買ってる。そうなんだよね。だからこっちバージョン、令和バージョンは、うん、令和バージョンだよね、マジで。知らんかったの。今の若い子たちがさ、え、逆に知らない。逆に瓶の方あったんだ。あ、逆に。いや、わかるだろ、それは。それはわかんだろ。要するに家庭科のさ、授業でさ、これだったらありえるよ。ありえる、ありえる。でさ、家庭科こういうので教えた方がよくない？調味料なしでいいですみたいな。確かに。家庭科って何作る？え、ハンバーグとか、カレーとか、肉じゃがとか。作ったのか、うち。え、何を作った？炊き込みご飯。作ってないぞ、作った。あ、もういい感じ、これで。ちょっとあと。待ちましょう。見た目の違いはあんまりない。見た目の違いはあんまり。あ、でもいいんじゃないですか。照りが出てますよ、めっちゃ。おー、いいね、素晴らしい。ういこれやばいね。え、これマジで考えた人天才じゃない？天才だね。主婦の味方。なんかエミさんみたいな人が考えたんだろうね。かもね。その料理ができない子でもできるよっていう。エミさんってそっち系じゃん。簡単にできるよっていう。完成しました。マリナ特製テリウマチキンでございます。
ちょっと横に座って見守りますか。そうですね。じゃまず見た目はめちゃめちゃ美味しそう。まさかマリナが作ったなんてっていう感じ。これは通りにマリナが作ったから。いや、うちらは本当に見てただけ。はい、これが本人が本人がもう、やればわかるね。じゃあ、あーんでもマリナしてあげてほうがいいんじゃないですか。せっかくなんで、あーんで、うん、一番でかいやつを。はい、いただきます。あーん、どうですか。美味しい。うわ、うん、気になる。本当にうまい。ほら、本当にうまいやつ。マリナが本当に作った。え、酢だけとは思えない。うん、絶対思えない。マリナが作ったものね。そう、食べたいんだけど。こんなしっかりしたのっていうのは初めて。2回目。2回目。それが、だからユーリンチ。1回目ユーリンチ。うん、本当に美味しい。ちょっと感極まって、感極まって、感極まっちゃってる。泣いてる。あれ、泣いてる。あ、泣いてる。泣いてる。あ、泣いてる。涙がちょっとモザイクでわからないと思うんですけども、一粒の涙が今、はい、涙のモザイク、はい、どうですか、この味。幸せ。素晴らしい。泣くほど美味しい。泣くほど美味しいっていう。ちょっとこれはね、感動ですけども、感動の回になるとは思わなかった。まさかの、うん。ちょっと、じゃあ私たちも、じゃあもう、はい、あのクローズバージョンもね。はい、クローズバージョンもあるんで。でも見た目はマジで何の変わりもないかも。ちょっとクローズだから、ちょっとこっちの方が黒っぽい感じ。うん、じゃあちょっと私たちも、はい、いただきます。いただいてみましょうか。気になるところ。じゃあちょっと旦那さんがマリナにちょっとあーんをしてみましょう。あ、マジで。じゃあ、え、嘘、なに、すごいね、これ。すごい。めっちゃうまい。嘘。星じゃない、本当に。え、ガチ。あれ、嘘しました。嘘。嘘。ね、何、感極まって。感極、美味しすぎて。うん、嘘でしょ。めちゃくちゃ美味しいです。え、そんな泣くほど。出てないよ。こんなに美味しいもの初めて食べる。失礼だ。普段旦那さんが作ってるの。普段作ってくれてる。ちょっと待って。マジで。ちょっといいですか。いただきます。180度違う。360度。一緒だ。いただきます。びっくりするよ。おいしい。やばくないこれ。ね、食べた。え、おいしい。え、こっちも食べたい。やばい。おいしい。え、酢だけでこんなに。うん、いただきます。おいしい。これやばい。てか、なんでこんなの。うん、まっ。なんか、まろやかなの。でも、お酢、酸っぱくなくない？ 1 ミリも。なんで？酸っぱくない。え、なんでなんだろう、本当に。なんか、ツンとした酸っぱさがないの。うんうん、うん、酢って言ったからさ、ちょっとあるのかなと思ったら、全然ない。不思議。うん、え、おいしい。これいいね。作り味絶対、今日の夜も作ってって言ってくると思う。なんかアレンジもめっちゃできそう。めっちゃうまいぞ、これ。じゃ、影くん食べて、マジで一回。確かに。影くん。食べたいです。じゃあ、いただきます。泣いちゃう。泣いちゃうんじゃない、影くん。え、おいしい。え、うまっ。早えよ。え、でもどう、本当に。まろやかで美味しいですね。レベチだよね。え、すごい。え、三川さんこれ革命ですよ。本当にみんな買った方がいいよ。え、みんな買った方がいい。本当に美味しいんだけど。レシピ困ったら絶対これ作った方がいいと思う。ご飯美味しい。うん、米美味しい。これめっちゃいい。これ明日から作ってくれ。作ってあげるね。これは最強飯ですわ。マリナが作るっていう動画あったんだけど、うちらも学んだわ。学んだ。もう速攻使うわ。本当にバクバクって言うけど、本当に美味しいのよ。マリナって食にうるさいから。正直ないの。これ本当にめっちゃ美味しいし、楽だからぜひみんなに作ってほしい、これは。ね、うん、だって料理苦手なね、マリナちゃんもできるんだから、もう。ね、失敗するわけがない。失敗するわけがない。ね、あと量も、マリナは割と簡単数の、マリナの、うん、マリナの簡単数でいったの。で、うちの簡単数は簡単数でいったわけ。うん、量違うけど、どっちも失敗してないから、うん、自分のあれでいいんだ。自分のリズムで大丈夫です、うん、あれは。簡単数って、どのリズムですかとかいらない。自分のオリジナルで大丈夫です。いけるいける。はい、というわけですね、はい、三塚さん、本当にありがとうございました。クローズバージョンもありますし、あと、純米酢、こちらあります。他のお酢もあるので、ぜひ皆さん、種類たくさんありますので、使ってみてください。これ、店頭に売ってるし、みんな知ってると思うんですけども、うん、こういう使い方もあるよっていうことでご紹介させてもらいました。まあ、概要欄の方にも詳しく貼ってあるので、ぜひチェックしてみてください。はい。三塚さん、ちょっと今後とも長い付き合いを。いや、お願いします。また新メニューが来たら、ぜひ、はい、教えていただけたら。確かにね。なんか新しいレシピができたよっていうのがありました。うん、私、いくらでも作るので。はい、お願いします。はい、定期的にお酢いただけたら、まあ、嬉しいかなっていう。そうだね。はい、ということで、はい、じゃあ、最後にこうじゃんけんします、これ。食べたいね。そうしよう。せーの。最初はグージャッキっぽい。わ、最後。最初はグージャッキっぽい。あー強っ。
うわうわうまそうえ、これ旦那さんに作ったんじゃなかったの？どっか行っちゃってんじゃん